レオポルト・カール・ワルター・フォン・カルクロイトは、ドイツの画家である、デュッセルドルフで生まれた。祖,祖父のフリードリヒ・アドルフ・フォン・カルクロイトは、ナポレオン戦争時代のプロイセンの元帥になった人物で、父親のスタニスラウス・フォン・カルクロイトは画家であり、1863年から1866年の間、カイル・ハウのフリードリヒ・フレイベルの進歩的な学校に招かれていた。 父親からワイマールの美術学校で絵画を学んだ後、1878年にミュンヘン美術院に移り、フランツ・フォンデンバッハの指導を受けた。1885年からワイマールで画家、ワイマールの美術学校の教師として働いた。1895年にカールスルーエの修立美術学校の教師となるが、カールスルーエの教授で保守的な画家、 フェルディナント・ケラーと対立し、1899年にはカールスルーエを去った。その後シュツットガルトで働いた。カールスルーエ時代の同僚、ロベルト・ペッツェルベルガーやカルロス・グレーテを招いて、1900年からシュツットガルトの美術学校の校長を務め、1901年に王立美術アカデミーとするのに功績があった。シュツットガルトの6人の芸術家と協会を組織した。 ありがとうございます。